レオン・ボットスタインレオン・ボットスタインは、アメリカ合衆国の音楽学者、教育学者、指揮者、音楽雑誌編集者。ユダヤ系アメリカ人。研究者としてはブラームスからシェーンベルクに至る、世紀末ウィーンの音楽を専門としているが、指揮者としては、オーストリアの音楽の他に、20世紀初頭の忘れられたロシア音楽の再評価に取り組んでいる。 1970年から1975年までフランコニア大学学長に就任し、アメリカ合衆国の大学の歴史上最も若い学長になった。1975年よりニューヨークシューバード大学の芸術学、人文学教授、音楽学者として数多くの雑誌論文を発表してきたほか、 教育学研究においても多くの著書がある。現代アメリカのリベラル八式人に多く見られる、行動する指揮者の一人である。録音はこれまでに、エルンストフォンド・ホナー2の、公共局第1番に単調、改ざんと、悪評高いシャルク版を再評価するブルックナーの、公共局第5番、レーンゴリ・トグリエールの表題公共局、イリア・ムーロメッツ、ガブリール・ポポーフの問題作、 公共曲第1番を発表している。現在はアメリカ公共楽団音楽監督及びエルサレム公共楽団の警官指揮者。ロンドン公共楽団を指揮したポポーフの録音は2006年グラミー賞還元楽部門最優秀賞にノミネートされた。ありがとうございます。